はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん野菜は好きですか？僕は大好きです。先日肉と魚を食べると口の中がめっちゃ痛くなるという話をしましたね。まあ、焼肉の日なんかタレでこうしっかり漬け込んで柔らかくなった肉を焼いて食べるんですけども、やっぱりそれでも痛いんです。まあ、煮魚でも焼き魚でもどんなにね脂の乗った柔らかいお魚でもやっぱり痛いんですっていう、まあ、その動画をね上げてから僕の元に、お母さんからこんな優しい心のこもった心配の LINE が届きました。あんたは動物性タンパク質が食べにくそうやねってきたんです。その時僕は思いました。お母さんの心配の仕方特殊やなって肉魚でええやん、息子に LINE で動物性タンパク質って打たへん、入力する人って少ないと思うんですよね、世の中のお母さんってまあそうなんですよ。まあ、動物性タンパク質は食べにくいんですが、まあ、野菜から摂取できる植物性タンパク質なら食べれるんですよ。あの大豆タンパクとかよく言うじゃないですか、小麦タンパクとかね。その大豆で言ったらあのお豆腐ですよ、お豆腐。まあ、冷ややっこね、美味しいですよね。あの生姜ちょっと入れてこう柔らかい豆腐をこの口に運ぶ、口に入れた瞬間とかがねたまらないですよね。もうそんな年齢になってきましたけども、まあ、そのね冷ややっこにかけるお醤油は痛いんですけどね。まあそこでね、大豆タンパクの料理で、まあ、最強なね料理をね僕見つけたんですよ。何かわかりますか？それはね、味噌汁なんですよ。皆さん思ってるでしょう。ああまた安い味噌汁の話してるわって思ったかもしれませんが、やっぱり最強なんですよね。野菜も入れれるし、きのこも入れれるし、豆腐ももちろん、わかめ、海藻、あの、まあ、魚介類で言ったらね、貝ね、しじみとか、かまぐりとか入れたらすごい美味しいじゃないですか。まあ、僕はお好みで納豆も入れますけども、あの、溶き卵を入れたらね、ふわふわになって、あの動物性タンパク質なんですけども、口の中痛くありませんしね。まあ、それでももし、その動物性タンパク質のような栄養を取らなあかん日が来てしまったら、豚汁にすればいいんですよ。まあ、豚肉は痛いんですけど、ちょっとね、横にちょっと避けておいてもらったら、全然問題なく食べれるんでね。ねえ、もうこのままやったらベジタリアンになってしまうんかなって思ったんですけども、最後の最後にそういう解決策が見つかったんで、痛いですけども、まあ、余計で食べたら問題ないですし、しっかりね、その豚のエキス食べれば豚の栄養も取れる。まあ、ほぼ油なんでしょうけどもね。と、まあ、そんな感じで味噌汁が最強っていう話になってしまいました。以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。